生物学、生物生物の分類ユムシ動物ユムシ動物は、解散の無脊椎動物の群である。細長い体で穴に潜って生活している。かつては一つの門をなすと考えられていたが、2018年現在は、関係動物門の一部とみなされている。ユムシ動物は、いわゆる全中的な動物の一群である。すべて解散で、長官隊から深海まで分布する。糞を持つものもあるが、 それ以外には、頭部や触覚、触手やイボ足等の体外の付属物を持たない、数センチメートルから十数センチメートルの中型の動物だが、最大のものは2メートル近くに達するものがある。一部は食用、あるいは釣り絵などに利用されるが、多くはほとんど人間とかかり割りなく暮らしている。おおよそは星虫に似るが、星虫のような触手は持たない。名前は、日本固有種で古くから知られる。 種の名によっている。円筒型で、のっぺりとした外観の動物で、頭部や体節などの区分はない。頭部の先端に口があり、その背中側面から糞が前に伸びる。糞はごく短いものもあれば、頭部より長く伸びるものもある。ボネリムシではその先端が二つに分かれる。糞は、口の側の面が粘膜となっており、伸び縮みするが、星虫のように体内に引き込められることはなく、 また種によってはたやすく地切れする。この動物の糞は口全容が起源とも言われる。胴部には付属種などはなく、わずかに口の後方や胴体の後端に肛門を持つものがある。体内のほとんどは大きな一つの体構となっている。動物先端の口から続く腸は体構内で曲がりくねり、後端に開く肛門へ続いている。肛門直前の直腸には一体の肛門脳が付属する。 多くのものが閉鎖血管系を持つ。主要な血管系は腹側と肺側を重装する。神経系は陰頭の周りを囲む過去陰頭神経柵と腹側を縦に走る腹神経柵がある。人間は胴体前方に通常1から4体。群によっては1多数体まであり、覆面前方に並んで口を開く。これは生殖門として働く。 生殖腺は普通胴体後部の腹側にある。私有遺体で多くは体外受精を行う。ただしボネリム種類は非常に特殊で性的不たなりの著しいものとしても有名である。この類では、オスは、いわゆるワイユーで成長しても数ミリメートルにしかならず、メスの体内で寄生生活を行い、卵は体内受精する。卵葛は螺旋代わりで、 ト泥コ法ア陽性を生じる。その後に変態し、体が縦に伸びて、専門を失い、訂正生活に入る。ボネリム種類では、オスは、メスの体に付着して、生体となる。この際、陽性がメスに接触するかどうかによって、性決定が行われるとされる。活動性の低い訂正動物で、海底の泥や砂、岩の隙間に住む、穴の中に住むものが多く、 垂直や有事状などの穴を掘り、その周囲を体から分泌した粘液で固めるものもある。長い糞を持つものは穴からその部分を出し、これを海底に伸ばしてその表面で専門粘液接触を行う。餌はデトリタスや低質表面の有機物粒子であると考えられる。糞は時折伸び縮みさせるので海底にその後を残すことがある。糞が短いものは 口から粘液の網を出し、これによって接触を行うものも知られている。一部の種が利用される。日本ではユムシが釣り絵として古くから使われ、また食用とされる例もある。ボネリムシ類は性決定の研究に利用された。またいこうであること、トロコホア妖精性を持つことなどから、関係動物との関連が古くから指摘された。特に肛毛を持つことは、 タモ類との関連を想像させる。そのため、関係動物門中の綱の一つとされたこともある。しかし、大切性が存在しないこと、また発生の段階でも違いがあるとの指摘もあり、独立の門として扱うのが通例である。近年の分子系統的研究では、完全にタモ類に含まれるとの説もあるが、広く認められてはいない。 現在、世界で37族145種ほどが知られ、これを3目4課に分けるのが普通である。ボネリムシカニ属種が多く、深海からはさらに多くが発見されると想像されている。ありがとうございます。